来るかな、楽しみです。あ、あら、こんばんは、はじめまして。私はエミ、エミーローズ。ソニックとはそのすっごく親しいお友達よ。今日はソニックの誕生日でしょ。それでも先週からこっちに来て準備をしてるんだけど、ねえみんな、チョコレートケーキとイチゴケーキ、どっちの方がソニック喜んで。よーエミ、先に来てたのか。みんなも元気か。俺はソニック、ソニックザヘッジホッグだ。またこっちに遊びに来たぜ。エミーは俺たちの仲間で最高に頼りになるパワフルレディなんだ。パワフルって何よ。まあまあ僕はテイルスだよ。みんな元気そうで何より。ところでエミー、今みんなと何を話してたの。なんでもないわよ。それよりここではご挨拶にあれをやるって言ってたわよね。へい、エミー、そうだけど、そんなに急がなくても。いいからやりましょう。みんな、私がソニックステーションって言った後に、一緒に、ライブって返してね。行くわよ。はい、ソニックステーションライブ。そうかな。でも、確かにその通り。ハートが一番大事よね。忘れてたわ。あなた、優しいのね。ありがとう。実は私、ソニックにとびっきりの誕生日ケーキを食べさせてあげたくて。こっちのケーキ屋さんに弟子入りして、ずっとお手伝いしてたんだけど、仕上げがなかなか決まらなくて。エミー、今日も朝からずっとケーキ作りをしてたでしょ？ふらふらしてるけど大丈夫？ちゃんと寝てる？ソニックは冒険ばっかで、こんな時でもないと捕まらないじゃない？寝てなんていられないわよ。ソニックだってあらかじめ言っておけば会う時間くらい作ってくれると思うけど。で、前もって会えれば苦労しないよね。いいの。だってソニックの邪魔はしたくないじゃない。私は止まらずに走り回ってるソニックを見ていたいの。それで私の方が追いつくの。間に合わないかもだけど、急いで作り直してくる。わあ、待ってよエミ。エミー、ナイスワーク。いいゲームプレイだったじゃないか。さすがだな。誕生日プレゼントのイラストもグレートワークだったぜ。ありがとうな。なんだか見てるこっちも嬉しくなっちゃったよ。僕からもお礼を言わせてもらうよ。ところでみんな、エミーを見なかったか？え？さあ、僕にもさっぱり。どうしたんだろうね。エミーは俺が思いつきもしないようなことをいきなりやり始めるけど、終わってみるといつだってあいつはあいつにしかできないすごいことをやってのけてるんだ。もしかしたら今回も。エミーは誰かさんのために何か準備してるみたいだったよ。そうか。オッケー、わかったぜテイルス。まあ、ハートにはハートで答えるしかないよな。え？さーて、もうちょっとその辺で遊んでかよっと。また後でなー。ちょっと待ってよソニック。わーお、こいつはすごいケーキじゃないか。みんなありがとうな。今回のケーキ、上に乗ってるものとかは私がお手伝いしたのよ。そうなのか。道理で。なんかこう、ハートが込められてるよな。喜んでもらえて嬉しい。お誕生日おめでとうソニック。おめでとう。 Thanks。 じゃあ、ろうそくの火を消すとするかな。その前に
ちゃちゃいっと。じゃあ行くぞ。何をわけのわかんないことを言ってるんだ。俺はケーキの飾りが裏側もちゃんと作ってあるか確かめただけだぜ。まあいいわ、私はもう十分幸せ。うんうん、いい誕生日のお祝いになったよね、みんな。ああ、テイルスとエミーはもちろん、ソニステのみんなに、コロネと視聴者のみんな、最高のお祝いをありがとな。みんなの気持ちをスピードに変えて、また一年、音速で突っ走るぜ。じゃあ、最後の締めは、お誕生日の主賓ってことで、ソニックがやってよ。オーケー。よしみんな、レスポンスは頼んだぜ。いくぞ、ソニックステーション。ライブ。See you。ありがとうございました。バイバイ。Hey guys! 俺はソニック、ソニックザ・ヘッジホッグだ。私はエミ、エミー・ローズよ。今回のソニックステーションライブも面白かったな。みんな、見ててくれたか？私は初めてお邪魔したけど、優しい人ばっかりで、とっても楽しかったわ。今回はケーキの修行があったけど、こっちにはいろんなお店もあるし、次はお買い物を楽しみたいな。そうだソニック、まだお店開いてるわよね。今から一緒に。おっと、そろそろランニングの時間だ。エミ、みんな、それじゃあまた今度な。 See you。 あ、ちょっと待ちなさいよ。何がランニングの時間よ、一年中走ってるでしょ。もう